新人歌手水木あゆみのモデルが美空ひばりに似ているとの憶測がありますが、アメリカ公演での一悶着や暴力団問題から雪村泉、エリチエミの特徴を合わせたオリジナルキャラクターと見るべきでしょう。世代交代の時は嫌でもやってきますからね。鈴子はどのように乗り越えていくのでしょうか。今更出てくる新キャラよりその方が興味があります。